はいどうも、おはこんさつま、うしみです。このチャンネルではもう何度も紹介続けている桜島フェリーうどんなんですけども、今年どうやら40周年を迎えたらしいという話みたいです。いやー知りませんでしたね。本当に。これは初耳でしたね。まあ、そんな桜島フェリーうどんは昔は、1杯200円だったみたいなんですけども、今はまあ大体1杯500円ぐらいで、それでもですね、平日は400杯から500杯も売れるという話みたいなんですけども、まあ確かにですね、朝から食べてる人もいた記憶があるので、まあそれくらい売れてるのかなっていうのはなんとなくわかりますね。まあ平日でも朝9時以降にフェリーに乗ると、まあ、うどんテロを食らうのでですね、皆さんも気をつけてほしいところですよね。まあ食べたくなったら食べてほしいんですけど、まあそんなフェリーうどんなんですけども、片道15分というですね、まあ、短い時間でまあ食べるというのもあってですね、うどんの提供時間も爆速という話みたいです。そんな話でいきます。今回は短い時間でも多く注文をさばけるように下茹で済みの生麺を使っていて、うどんも40年前から作り方は変わっていないようで、かけうどんなら1杯30秒というとんでもなく爆速でできるらしいですね。まあシンプルなかけうどんならまあ早いかもしれないので、フェリーうどん RTA ガチ勢の皆さんはですね、具などを捨ててかけうどんで一発勝負してほしいですね。まああれですけども、まあそれは置いといて、でこちらの社長さんが2年目に出した片道68杯という記録は今でも破られていないらしいんですけども、一人で片道68杯も作るのは普通にやばいですよね。腕が疲れそう。まあ、九州外でもまあこのうどんなんですけど、短い航路のフェリーでうどんを出すというのはまないという話みたいなので、県外の皆さんは、まあ、非現実感のあるうどんをゆっくり楽しんでほしいですよね。まあ、この30秒で出るっていうのはあんまりないと思うんですけど、もう本当に30秒かなってぐらい早く出るので、まあ、ぜひその出る速さとかも見る意味でも食べてほしいですよね。星屑を彷徨ういつでも